今回も黒崎花さんにお越しいただいています。お願いします。お願いします。デビュー前の経験人数教えてください。経験人数多分3桁は超えてます。100は超えてると思う。じゃあ前回、はい、なんかそのデビューされてから連絡がすごいバンバン来たってたけど、はいはいはい、であの時大丈夫がよかったみたいなこと言ってたって言ってたけど、はい、ちょっとうなずけてきたね。なんかそのそんだけいけたら俺もいけたんじゃないかって気も、ね、ちょっと、そういうことですよね。100は超えてると思います。数えてないですけど。逆に嫌だって断った男性はいらっしゃいました？もちろん。あ、じゃあそんだけもう特徴、耳が潰れてるとか。いや、嫌いだろ。あれ柔道家とか嫌いだみたいな。だからそれこそ言った、私が言ったその男性のタイプがああいうワイルド系の方が好きなんで、それに当てはまらない色白で細くて、あ、ワイルド系がいいんだ。方とかはマッチングしないですね。あ、俺ワイルドだもんな。全然エピソード出てきた。太いのは大丈夫ですか？大丈夫です。お、ガチムチ、なんかプロレスラーみたいな感じの方とか結構好きです私は。あ、そう、はい、大時計よかったな。そういう方とはどこで出会うんですか？昔やっぱその若い頃というか社会人になるまではクラブとかによく行ってたんで、うん、まあ、クラブもあれば、まあ、今はないですけど SNS、うん、でちょっとこう、ね、ツンツンしてみたりとかっていうのもありましたね。やっぱクラブにいなきゃおかしいもんね。いなきゃおかしいもん絶対ね。クラブは声をかけられてホテルに行くんですか？そうですね、ホテルに行く時もあれば、私がクラブでちょっとこうダンサーとかもしてたんで、ホテルに行く時間がないんですよ、その出演の時間があって、はい、そういう時はなんかこう非常階段、クラブの横に非常階段とかがあって、そこで、まあ、6人ぐらい来る。6人も？どういうこと、どういうこと、6人いたら男性6人？男性6人ですね。1人ずつ並べと。うん、なんかもう私気づいたら目の前に6人男性いて、えみたいな。最初2人ぐらいの予定だったんですけど、多分連れてきちゃったんですよね。すごい、1対6とかもクローズの世界ですね。いやいや、もういや、別にクローズというか、そうよね、うん、確かに怠慢じゃないんだね。じゃあ6人相手の時は結構めちゃくちゃにやられちゃいました？いや、私が全員ノックアウトしました。すげえ、主人公だ。もちろんです。すげえ、四天王とか言われるレベルの速さ。SNS はナンパされるんですか？そう、なんか DM 来たりとか、あとは私がこう気になる男性にちょっとなんかメッセージ送ったり、こういいねしてみたりとかっていうのはしてましたね。やっぱ女性からもするんですね、うん、DM 的なやつを。有名人なんか来るでしょ、 DM。 怪しいやつばっかりって何なの。全部同じ文章で誰なんだっていうような。日本語がちょっと怪しいパターン、日本がちょっと怪しいパターンもそうですし、あと寂しくてしょうがない、みんな同じ文章で。一回ぐらいないですか、ちょっと、あ、ね、これ本当に。いや、ないですね、僕一人もない。ないです、僕はないですね。売れたかったね。いや、いや、あんな恐ろしいことしないでしょ、だとしてもあんな。でも男の場合は誘惑に勝つの大変ですから。うん、そうなんだ。やっぱり良かったですよね、だって言ってるでしょ。行かないよ僕は。どう考えたって。いやいや、僕は自分の目で会った人しか信じないから、そんな、そうそうないで。だから多分、うん、黒崎さんが来られても多分僕は、本当ですか、怪しいなっていうふうに断っちゃうな。いや、ないか、それは。いいんじゃない。ってから早速ごめんなさい、さっきのクラブの6対1の話なんですけど、あの、ごめんね、うん、それ同時に6人、それとも順番待ち？順番でこうなんかこうガッと。で、私のこっち来て、こっちで今度、まあ、で変われって、そう、変わって、我が家の漫才みたいな感じだ。変われみたいな、そのパターンで行くんだ。そんな感じでぐるぐる回ってる感じですよね。行かせねえよとかって言いながら。行かせますけどね。行かしちゃうのね。でもさ、それって途中からヘトヘトになんない、もういいよみたいになんないんですか？私はなんなくて、でもやっぱ男性の方が、いや、もう俺行けないよみたいな。逆に、うん、そうなんか倒れてて、もう一発もういけないみたいなとはやっぱいましたね。絞り取るんですね。やっぱすごいわ、伝説の人だな。実際に SNS で関係持ったこととかありますか？昔は、昔というかちょっと前までは、まあ、そう、ちょっとジャブ打って
帰ってきてみたいなことはありました。ちなみに有名人の方とかも行かれました？言わなくていいですけど、はい、行った、うんうん、お仕事のジャンルは？ロイキ。お仕事のジャンルだけです、うん、お仕事のジャンル。いろんなジャンル行きます、本当に。ミュージシャン、うん、お笑い芸人、格闘家とか。すごい。じゃあもうビンゴだ、うん、結果どうですか？結果芸人さんが楽しいとかはあります？全員なんかそれぞれの良さがあるんですよね。なんか普段はボケるけどプライベートはボケないタイプの芸人もいました。いますね。はあ、うるせえって言うんですよね。それもまたでもなんかいいですよね、普段と違ったらどこみたいな。まあね、今は格闘家すごそう。誰が一番ちょろかったですか、そのジャンルで言うと。お仕事のジャンルで言うと一番ちょろいのは？一番ちょろいのはスポーツ選手。そうなんだ。野球だ。一番ちょろいのはすぐ帰ってきますね。野球だこれ、うん、そうなんだ。まあでもまあね、俺らより努力された方々ですから。やっぱりスポーツしてる方ってエッチもすごいんですか？すごい人もいれば、あ、なんかあんまりだったなみたいな人もいます。あ、意外とみたいな。意外と、あ、こんなもんかみたいな。それじゃ今シーズンいい成績残せないぞなんて思いながら、成績でもやっぱ成績表とかちょっと見たりする。ちょっと見ます。そこの球団応援したりする、うん、はあ、あ、今日勝ってんじゃん。じゃあそういう意味ではちゃんと貢献されてるのね。ファン増やしてるからね。そう。あ、面白い。デビューのきっかけ教えてください。私きっかけが昔恵比寿マスカッツを地上波で見てたんですよ、うん、で何この人たち可愛いって思って調べたら女優さんたちで、それで知ってずっと憧れててっていうのがきっかけですね。すごい。すごくないですか？じゃあ本当にずっと見てました。マジですか？本当に。すごい、ようこそ。こちらの世界にようこそ。急に態度が変わった気がしますけど。本当に好きで、でもいろんな経験されてるから、デビューしてもそんなに驚いてないんじゃないですか？まあ、確かにまだデビュー間もないんで私が、まあ、現実の方がちょっと刺激的な部分もありますよね。そうよね。6対1はなかなかないもん、超えるもんが。エッチの時にマストでしてほしいことを教えてください。私は絶対キスはしてほしいですね。中大事。中大事です、うん、なんで？ハーキです。本当ですか？まあ黒ギャルなんでこうで、やっぱ。なるほどね。中って結構一番ドキドキするんですよ私。ほう。なんかもちろんエッチもすごく好きなんですけど、うん、チューしてる時が一番幸せを感じるというか。あ、分かる。なんかいい意味で重い行為だなって思って、うんうん、例えば浮気された時にエッチだけしてたのかキスをしたのか、キスだけしたのかって言われたらキスだけした方が私は許せない。それだけ大事なもんなんですね、うん、なんか重たいもんなんですよ私から。浮気したっつって、うん、俺でもキスはしてないよって言い切ったら許してくれるんですか？うん、まあじゃあもうしないでねって言っちゃうかもしれない。あ、そうなん、うん、じゃあキスはそのエッチのスイッチみたいなもんですね、そのある意味ね、うん、されないとやっぱスイッチ入んないですね。勝負下着教えてください。どんなショーパンがお好きですか？ティーバッグです。ティーバッグ似合いそう。まあ、やっぱりギャルだもんね、うん、ティーバッグ履いていただかないとやっぱり、うん、やっぱギャルはティーバッグですか？ですね。何色のティーバッグが一番多いんですか？結構私カラフルなのが好きなんで、あの原色の赤だったりとか、あとは濃い緑とか濃いピンクとか、うん、そういう濃い系の色が多いです、はあ、もういつ見られてもいい状態ですね。だから、うんうん、そうです。それをつけとけばね、はい、最後に一人組手尻を伺いたいと思います。直近週間で何回されましたか？直近1週間だと5、6回ぐらい。いっぱいしてる。さすがですよ。本当にすごいしちゃうんですよ、ね、1日だ、1日1回ぐらいの。1回は絶対します。2回3回の日も。え、今日はした？今日は朝しました。ありがとうございます。朝なんだ。朝何時ぐらいですか？朝今日7時に起きて。朝7時に起きて、うん、ギャルが早起きってすごい好感度上がりますよ。そう、めっちゃ早起きで
うん、今日7時に起きて、まあでも全然時間あったからなんかしようって思って、あ、もうしようかなみたいな、うん、じゃあもう7時台7時台に早め、朝起きてまずは一人組みたいなんですね。じゃあ一人組ですね、やっぱスイッチ入るんで1日のこうやる気が、やる気スイッチやる気スイッチです。そうですね、仕事前も全然します、私は。え、あ、看護師の仕事前、撮影の前はしないですよ、撮影。撮影の前は前日だけ開けて、それ以外はしますね。あ、やっぱ撮影の前は一回ちょっと性欲、うん、禁欲じゃないけど、うんうん、我慢するんだ。出勤の時はどんな格好で出勤されるんですか？出勤の時はもうこんな感じです。T シャツに短パンで、チャリ乗って。へー、あ、そうなのね。チャリで爆走してます、いつも。チャリ通なんだ。チャリ通です。最後にこれからの目標を教えてください。まあ、黒ギャルの女優といったら黒崎花って、皆さんが答えていただけるような有名な女優になることです。なれますよ、なりたいね。もう僕は覚えましたから、完璧に。今週のゲスト、黒崎花さんでした。ありがとうございました。これからいろんな公演チェックします。はい。